ルフィが去ったコロシアムではなおも戦いが続いていた。レベッカとキャベンディッシュが出場した D ブロックは予想外の展開となる。キャベンディッシュの内に眠る殺人鬼の別人格白馬が突如覚醒し、レベッカ以外の出場者を一掃。その後キャベンディッシュ自身は眠りに落ちたため失格。ただ一人立ち上がったレベッカが決勝進出するという大番狂わせが起きた。決勝に勝ち進んだのはサボ扮するルーシー、レベッカ、バルトロメオ、バージェス、そしてドン・キホーテファミリーからディアマンテの5名。アリーナに決勝戦開始のゴングが鳴り響く。一方、予選で敗退した選手たちは揃って行方をくらましていた。彼らは皆ドン・キホーテファミリー幹部の能力者によりおもちゃに変えられ、ファミリーのために働かされていたのだ。おもちゃにされた人間は他人の記憶から消えてしまうため、その事実に気づく者はいない。打倒ドフラミンゴを誓うおもちゃの兵隊は、このおもちゃ化を解除することが勝利の鍵だと考え、ウソップ、ロビン、フランキーに協力を要請。作戦は見事成功し、おもちゃの兵隊自身も人間の姿に戻る。彼の正体は元ドレスローザ軍隊長キュロス、レベッカの実の父親であった。ウソップたちから連絡を受けたルフィは、この国で起きていた悲劇の全容、そしておもちゃの兵隊の正体を知る。その頃、決勝戦が行われているコロシアムは、おもちゃが突如人間に戻ったために大混乱に陥っていた。まずい状況だ。おもちゃ化が解除されたってのか。こりゃたまげた。思い出した。私にはお父様がいたの。何言ってんだおめえ。それがどうやらこの国のからくりだったようだな、レベッカ。ひとまず試合にけりをつけよう。ものには必ず核がある。竜装剣、竜の息吹。貴様何を。メラメラの実もらっていいよな。メラメラを食いやがって。エースもらうぞ、お前の技。引ける。どうにか出られたが、街は大混乱だな。あれはコロシアムから海賊が出てきたぞ。逃すな。マッスルメロン、あいつらを片付けるぞ。バルトロメオスケド。久しぶりにサボ、いろいろ話したいけど今無理そうだ。それはカブとの戦いでもう伝える。戦力としては数えない。助かったぜ。ルフィ王宮にいるそうだ。急いで合流しましょう。俺たちは自由だ。モータルの言いなりにもならねえぞ。海賊たちが暴れ始めた。このままじゃ町の人たちは危険ね。危険。やっそうか、あいつにメラメラの身を食いやがったのか。こっちはやじゃねえ。やくとそのメラメラの身をあの男は早急に行く前にあいつらを殺しとくか。お前を倒す。あんたたち、俺らを解放してくれた英雄か。頼む、仲間にしてくれ。襟をつけよう。ちょっともう解放したのはあいつらだ。さっさと捕らえろ。まずいぞ、囲まれた。爪だ。見せてやる。革命軍がこの国に何の用だ。しかもメラメラの身まで食いやがって。あれはあいつの形見だ。誰にも渡さねえよ。お前ら、逃げた海賊どもを捕まえとけよ。やっ囲まれると厄介。急ぎましょう。過去人間に戻れたのに誰か助けてくれ。この戦場で活躍すれば僕の人気もやった私がやる。君たちも王宮へ行くのか。ここは手を組んだ方が良さそうだな。ここは俺のバリアで絶対守り通すべ。助けてくれ。見せてやる。あんたたちといりゃ安全だ。頼む、一緒に連れてってくれ。急げ。せてやる。メラメラの力を奪ってやりたかったが。王宮でルフィたちと合流する。急ぐぞ。全員捕らえさせていただきます。下手な鉄砲数打っても当たれやしやせん。わし一人でお相手しやす。本当は俺一人に任せてくれ。みんなは先を急げ。麦わらの一味およびそれを手助けする戦士たち、さらに危害は加えさせない。限界こりゃまずい。何とかしやすいと引きつけられる。空中に逃れればしのげる。使わせていただきやすよう。忌々しき海賊たちの残した戦いの残骸、お前を倒す。海賊の援護は革命軍の仕事ですから。そうだとも。革命軍として彼らを守る。いや間違えた。兄としてだ。ルフィが助けを求めたら必ず駆けつける。もう二度とあんな思いは。これ以上の質問は野暮なようだ。海軍はこの国じゃヒーローになれねえんですよ。あっしはあんたに阻まれただけだ。まるで博打だな。誰だ兵隊。てめえはジョーズか。真のドレスローザを取り戻しに来た。トラ麦わらや。あ、石のやつ。いいか。想像以上にしてやられたな。ミンゴが生きてる。これはまずい事態だ。鳥かごを使わざるを得ない。しまった。鳥かごだ。この国の真実が漏れる前に、今この島にいる奴ら皆殺しにするつもりだ。王宮だけどっかに行くぞ。ピーク、石なら地形でさえ変えられる。王宮、ま